小回りギューンってカービングで深い小回りしてグーって入ってきた時にそのままだとビヨーンってなっちゃうじゃない、後ろに伸ばされて。でも多分滑れる人はそこで折りたためるじゃない。でもあえて自分で折りたたみに行ったりしてないです。もらってきたのを均等に圧均等になるようにそのままにしてたらヒュってなるっていうのと一緒で、それができるようになったらそこをもらったのを耐えれば後半長くなるし、もらったのを早く引けばスッて抜けるし、コブの場合もグーって耐えたら減速するし、スッて抜いたらシューンって次に進んでいくので減速要素が減る。腰が出ている。トップ方向前からとか、トップじゃなくても、トゥーピースの前とか、つま先とかでもいいんですけど、そこから入る。でも足裏、かかとから面で入るイメージになっちゃうと、食らうの。要は、落下してるものに対してこれを止めに行くので。まあ、止めてそれを適切に折れるようになっていけばシューっていけるんですけど、それはただでも技術戦とかの滑りとしてはそんなに、モーグルの子はそういうタイプの滑りの子もいる。すごいあのベンディング横幅少ないベンディングみたいなのがそういうのもあるんですけど、技術戦向けではないだろうなと思うので、なんでちょっとでもいいんでつま先から入るとか、トゥーピースぐらいから入るっていう、でその角度はなんで面でこう入るよりは少しあの縦にちょっとでもいいので真横より縦が少し大きくしてあげて、でそれを作るのが重心のイメージ。そうするとスキーが少しとこうトップ方向に向かってポールライン方向に落ちていくので、コブがちょっと近くなると、今まで板コブとコブの間隔の板がこの向きだとここ長いじゃない、はい、でもこの向きだとここまでが近いので、そうするとスムーズにいけるようにだんだんなっていくっていう、あとはメンタル、はい、で縦の時間をなるべく作るっていう、ちょっと実際かなり縦だとこんな感じってやってみましょうか。このコブそこ行くんだって思って、そうですね、じゃないの、飛びたいのかなと思いました。なるべく縦のって言ってましたね、はい、頑張ります。縦に縦の時間を作る。下に向いちゃう。早くなる。だからどっちかっていうとゆっくり移動して早くターンが終わる。そうすると減速するので、ねじったりとかしてずらすみたいなイメージになる。そうするともうちょっと楽になる。僕はコブの中でするんですけど、意外とコブで多いのが
当たったらもう反射で動いちゃうんですよ。ドンってなってやべってなるからビヨヨンって立っちゃうからドンって落ちる。要はビヨヨンって立つってことは上に抜けるので飛んじゃうんですよ。そうすると落ちるしかなくなっちゃって、ドンってなったのをグーって押さえながらお尻がグーって前に行くみたいにすると一緒に落ちていくので、で裏側少し取られるようになったら、あちょっとトップの方から入っていくので深いところにドンって落ちずに橋渡しみたいに、とさっきまで滑っててちょっと衝撃少ないかもって言ってたのが連続するようになったので、でその中にあとはちょっと多分あんまりやらない動きとしてコブでしかやらない動きとしてはそこにねじりを多く入れる、当たるときにグンってねじったりとか膝を入れるとその場でグンって回るっていう感じです。はい、あれと思って。だから俺のイメージはどういうこと、モーグルは大回り。え？モーグルは大回り。モーグルの板って細くて長いので、はいはい、GS 大回りの板に似てるんです。ああ、サイドカーブが好きだ。そうで、大回りの場合はこう大きなコブがあるんですけど、はい、それのここだけ切って、くっつけてるだけなんで、大回りより体の下でハド付けが強いっていうだけで、あとはどちらかというと比較的大回りってずっと乗りながら少しの変化を続けていくみたいな感じ、それをの方が近いです。だから小回りももしかしたら広い子から小さい子にしていって動きをあんまり変えない、本質変えないけどリズムとか動きの量を変えていくのがうまくできるといいのかなって思いながら、俺もできないっす。小回りっていうといきなりここで止まっちゃうんで、あれなんとかしたいなって思う。結構ある程度できる。え、そういう小回りとコブが一緒だったってことですか？言われることが同じ。普段小回りの明日からこうしたらってコーチたちから言われてたことを今日朝から言われたことが同じ。あ、そうなんだ。入手移動一緒に撮影してみましょう。でもある意味でもそしたら、でもそうすると小回り、整地の小回りでそれやるよりコブでやった方が楽かもしれないです。なぜならばコブは起伏がある分だけ目印自分で立てれるんで、小回りって自分で目印っていうか自分のリズムで動くだけになってくるじゃないですか。そうすると気持ちよくなったら大概忘れてるっすよ。気持ちよくなったら大概忘れてる。なるほど。じゃあちょっとなっちゃうんで、あとはやるとしても今のができてきてライン取りを縦にしていった時に吸収の動きをもう少しやり方を直した方がいい人もいるし、そもそもライン取りが縦になった瞬間にいきなりドンってなっちゃう、それよりは入ってからねじるとかにするとかっていう風になっていくんですけど、それを全部やるのは多分厳しいで、じゃあこれから反復練習ということで、もう見えなくなりました。はい、重心移動。なんか滑らかになった気がするし、とりあえず縦に行けって言ったらそのうち覚えるってやつもいるっすよ。いやトップから入るっていう意識に変わるだけで、もらってるのにバランス整えようとし始めたらだんだんあとそしたら狙う場所ちょっと下にしてみようよとか上にしてみようよとかだけでも行けちゃう子は行けちゃったりします。すごい、そういう運動能力が欲しい。でもさっき上から見てたんですけど、なんとなくしか分かんないですけど
一番最初よりなんかすごい滑らかになったなと思ったんですけど、感覚的にはどうなの？感覚的にはなんだろう、小回りを頑張ってしてる感じ。この中でコブを滑るよりもコブの中で小回りをしてる感じ、うん、だけどコブまでドンって落ちないように小回りをしたいけど落ちちゃいますよねただ落ちた大事なのでつなげて滑るところの良いところはドンって落ちちゃったとしてもその後同じ動きに戻れば戻っていくと思うんですよ。でももともと知らないと落ちたら落ちっぱなしになっていっちゃうので、うん、いかに耐えるかってなるほど、動きを止めない、動き続けるは多分、うんうん、まあ、多分アルペンとかとか、まあ例えば、まあ、ダウンヒルまで大きなターンになったらあれかもしれないですけど、大回りとかも意外とみんなこう乗ってギューってたわんでるのに乗ってるだけに見えて、実はこうやって少しずつかまどをしてるとか、少しずつ股関節ひねってるとか多分してると思うんです、うん、反復練習でプラス野田さんの後をつくという究極の笑ってる野田さんの後をついてくる練習、そのように前乗りになると俺バンってエッジ決めたらもう動かないじゃん、うん、あとはこのたわみをどれだけ出すとか、まあ、多少ねじるとかはだったので、あんなにおすげえこうやってずらすってできんだって思いながら、間の長いところだから間の長いところはゆっくり伸ばしながらまっすぐ行くんだ。スピード出ないですかって言われるんですけど、出ますよって、うん、で、ポジションにいい位置にいるってことですか？そうですね、だから結局減速は減速でする必要があるところは多分出てくるんですけど、常に減速のことを考えるっていうよりはいい位置で滑り続けるっていうのをイメージした方が減速しようと思うと触れたりお尻落ちたり足前出たりが押しやすいの。そうするとターン前半作れないので。なんで最初はもう自信のあるところから同じようにできるようになって、深いとか急なところとかを滑れるようになる。で逆に深いところだけで減速を覚えて安定させるのを覚えてた子は今度溝こぶ滑れないです。あ、溝こぶ滑れない。確かに。浅い溝こぶだから去年のここでやった全日本の予選のこぶとか、そうそうそう。あれはだから縦に行くと絶対パンって弾かれたら起伏も少ないのでめちゃめちゃバレるじゃないですか。そうするとこう作って。縦に入れるんじゃなくて溝なりに弧を描いてった方がかっこよく滑れるかなっていうふうに俺は見えますけど、ゆっくり回して圧がかかってきたらグンって、あーなるほど、でもちょっとひねったら押されたらグンって入ってくるじゃない。もうとんでもない深さのコブがでかくて深いコブっすね、これ。で、行ってみますか。はい。って言いながらちょっとドキドキしてきた。どういうの滑れるか。イメージが湧かないです。下山できないと。
れ。ビフォーアフターの朝になる。いや、とりあえず撮りましょう。やばいっすね、これは。ゆっくり。はい。あ、でもうまい。すげえ。すげえ。高野下山できないよ。練習のとこよりもっと深くてでかい子があって、そこで練習します。すごっ。よし、うめえなあ。で、締めの一本ということで、同じ斜面とかですね。ここも深くてでかいっすよ。同じ斜面で、小野さんのお手本で。で、通るとこがなんかすごいな。